はい、こんにちは。オリバーです。今回の記事はですね、アメリカ大学2部リーグのトップ10のチームを解説していきます。まあ、1部との差は何なのか、えー、そして、えー、どこが具体的に違うなのか、そして、えー、どの大学が全米大会の常連校なのかを解説していきます。まずは、2、え、部、ー、大学のメリットを、えー、少し解説していきます。まあ、2部大学のメリットは、 これは日本人にとってですね日本人にとってメリットは、まあ、リーダーになれる中心選手になれるっていうことですね、まあ、2部リーグはアメリカの中間レベルの選手が多く集まるところなんですねでやっぱりそのトップの選手は、まあ、プロに行くかそれとも一部に行く で、まあ中にはもうトップの選手も2部を選ぶときもあります。なぜかというと、まあ2部は中間レベルの選手が多いので、1年生からそういうレベルの高い選手が活躍できるんですね。そしてそういうレベルの高い選手は、2部の大学から、いい条件のスカウーシップのオファーをいただく場合が多いんですね。それはなぜかというと、やっぱり各州によって一部の大学の数が少ない場合があるんですね。 で、まあ私の、えー、ワシントン州の場合、僕が大学生だった頃は、一部の大学は2校しかなかったんで、えー、2部の大学は3校だったんですね。なので、あのー、その地元のトップの選手が、その一部の大学に入れなかった場合は、2部の大学に行くケースが多かったので、まあレベルもそこそこ高かったんですね。はい。 次ですね。次はデメリットですね。まあ環境、えー、まあ多くの一部の大学はやっぱり資金金があるので、練習場スタジアムとか優れた環境が整ってるんですね。まあここはやっぱ二部の大学より、えー、 優れてるところなんですねでまたやっぱり一部になるとスパイクの支給とか、まあ、最新のトレーニング道具、まあ、心拍センサーとか GPS とか使って、まああのー、結構最先端な、えー、環境が整ってる整ってますねで2部はやっぱりそういうのまあやっぱり資金力もあまりないのでそういう環境が整ってない大学の方が多いと思います で、二つ目ですね、サッカーのレベルですね。やはり二部は全ての選手のレベルが高いわけではないです。中にはレベルの低い選手もいます。まあ、そのため、やっぱりサッカーのレベルでは、まあ、多少一部より、えー、そんなに高くないというふうに考えてもいいです。もちろん、中には二部のトップの大学は一、一部の大学と、まあ、十分に戦えますし、まあ、違いは紙一重だと思います。 はい。次は、えー、っと、n c a a Division 2の、まあ、トップ10の大学なんですけども、えー、っと、トップ3だけ、えー、少し、えー、具体的に、えー、解説していきます。まず、ナンバーワンは、えぇ、ー、University of Charleston。これは、あの、West Virginia という州にある、えー、私立の大学です。 で、ロターの方も見てても、やはりヨーロッパから獲得、えー、選手を獲得してて、えー、中にはやっぱそのヨーロッパのビッグクラブのユースチームから選手を獲得してます。で、まだあのー、YouTube も上げておきますので、すごく大学の雰囲気もいいところです。で、ナンバーーは、カリフォルニア・ステイト・ユニバーシティ、ロサンジェルス、えー。ここは、ここも、えー、ヨーロッパから多くの選手を獲得してます。 そして、ラテン系のアメリカ人選手が多い地域であるので、まあ、非常に、まあ、サッカーも,も面白いサッカーをしていると思います。まあ、YouTube も上げてますので、ブログの方で確認してください。まあ、LA, LA というまあ都会の中にある大学であって、えー、学問的に非常に評価が高いところなので、非常に魅力的なところだと思います。No.3 は、えー、Lint University ですね。 ここはフロリダ州にあるんですけども、ここもやはり多くの選手を、えー、ヨーロッパから獲得してます。で、ここの大学は対話式教育という、まあ、ちょっと変わった、えー、教育方針をしてます。で、他の、えー、4位から、えー、10位は、ここら、えー、ブログの方に載せておきますので、えー、見てみてください。はい。最後に僕のファイナルサービスですね。 まあ、一部を選ぶ、二部を選ぶかは、まあ、えー、大学の4年後にどうありたいか、えー、どのような夢、どのようなゴールを持ってアメリカに行くのかで、えー、決まると思います。そして一部と二部の差は、まあ、サッカーのレベルの差ですね。若神一重だと思います。まあ、二部から苦労して諦めないでプロになった選手は数多く、えー、いますし、僕も個人的に知ってます。まあ、どこに行く、 のではなく、どこに行って何をしたのかで、えー、結果は変わると思います。まあ、常識で考えるとね、一部の大学に行って活躍してプロになるっていうのは、えー、常識な考え方だと思いますけれども、まあ、自分のね人、人生は、まあ、運命ですね。運命は自分で、まあ、決めることができるので、まあ、プロになりたいのか、そして、か、まあ、えー、大アメリカの大学を卒業して日本で活躍したい。 えー、何かのゴールを持って、で、そのために4年間、えー、努力して、えー、ハードウォークしていったら、えー、自分の求めてることが手に入ると思います。で、やっぱりあの、チームの選ぶところですね。チームの選ぶ、選び方は、 まあもちろん一部の方がレベル高いんですけれども、まあやっぱ自分を大切にしてくれる大学、コーチ、えー、チームに行った方が僕はいいと思います。まあ自分を高く、えー、評価してくれる監督のもとに行けば、やっぱりその監督も、あのー、あなたを、え成長させたい、えー、もっと上手くさせたいっていう風にな、あのー、気持ちがあると思います。で、やっぱり自分が一番生き生きし、 生き生きしてプレーできる、生き生きして、えー、大学生活を送れるところが一番、えー、いいと思いますし、まあ、あの、成長できるところであって、そしてより良い人生にあの今後つながると思います。なので、えー、まあ、アメリカに大学にあの留学する、まあ、興味がある選手がいれば、えー、またまたお問い合わせください。はい、ありがとうございます。